番タチアナ・マリニーナ、13番タチアナ・マリニーナさん、ウズベキスタン。独特の振り付けが彼女の持ち味です。1メートル58センチ48キロ、1月末に25歳になりました。ショート終わって9位です。成功。フリップ。ループ失敗。ループ3回転成功。サルコー決めてきました。今年の曲はアラジンです。ダブルアクセル。手をうまく使ったレイバックスピンです。ポーズも出てきます。ウズベキスタンのタチアナ・マリニーナ。前半ジャンプを一つ一つ正確に決めていきました。
トーループの失敗がいくつかありましたが、彼女の持ち味はその独特の振り付け表現力。前半2つ目のフリップジャンプ、左足インエッジで踏み切って右へつま先を添えています。そしてスピンも最後盛り上げていく、立った姿勢アップライトのポジション。さあどの程度の得点が出るでしょうか。9人のジャッジが6点満点で2つの得点をつけます。1つは技術的評価テクニカルメリット、もう1つは表現力プレゼンテーション。ベテラン25歳、まあ女性25歳でベテランといってはなんですが、このフィギュアの世界ではもうそうです。珍しく陽気なはしゃぎ方ですが、出来としては本人手応えが十分あったでしょう。ルッツが成功しています。さあフリップもループも各種類をいろいろ成功して、技術的評価は高い得点が出てきました。そしてプレゼンテーションは、あこちらは少し抑えられたような感じがあります。13人滑ってマリニーナトップ、そしてラブレンシク日本の荒川が3位と健闘しています。